春の高山祭りは今年も規模を縮小して今日から始まり、祭り屋台が一堂に集まる引き揃えやからくり奉納、夜祭りは中止され、神事は行われます。祭り屋台を保管する12の蔵では、午前9時に扉が開かれ、屋台が公開されました。例年祭り期間中は20万人ほどが訪れますが、観光客の姿は少なく、訪れた人たちは公開された屋台を前に写真を撮るなどして、静かな祭りを体感していました。静岡から来ました。分かってたけど残念ですね。去年もなかったんで、本当なんかちょっとね、春が来たって感じじゃないんですけど。春の高山祭りは明日も規模を縮小して開かれます。